キチャンネル。ちょっ、シーズン半分総チェック。今日は DeNA 日本ハム編です、はい、ね、日本ハムどうやろうな、ちょっとこの勢いがちょっと止まってるよね。うん、この、まあ、今現状3位ね、貯金なし、借金1、4位に 1.5 ゲーム差、まあ、交流戦ね、頑張ったかなと見せかけて借金だからね。そうですよ、だからイメージと結果が反比例してんだよ。そうなぜかめっちゃなんかね、水谷とか ね話題です、うん、レイエスとかね、はい、やくぞーっつって借金やね。だって交流戦明けなんと現状2勝7敗2分だからね。で6月も6勝14敗で借金8やもんな。これはちょっと痛いよね。でね、やっぱこのね、日本ハムのまあ今シーズン見てると3月4月ね、14勝9敗貯金5でね、いい形のスムーズにいったんだけどもね。で5月も、13勝10敗貯金3でいい形でいってんだけども、なんと6月失点90ロッテに次いでワースト2位、しかも基本塁打23本、ダントツ1位です。ホームラン打たれ次ぎ、リリーフの防御率がね、日本ハム3月4月は 2.48 で、5月も 2.32 と良かったのね。でも6月がなんとリリーフ 3.54 と崩壊です。これ痛いよね。だからね、やっぱ最初金村カーのジャスティスめっちゃ良かったのよ、はい、この勝利の方程式3人で、そこからね、金村が前に行ったことによって崩壊したな。杉浦とかもいいんだけどね、ここら辺このやっぱりリリーフの防御率が一気に悪くなって基本塁打が多い。だからさ、あの結局エスコンホームラン入りやすく、これがね魔力なのよ。あの中日とかもよく言うやん、はい、バンテリンでね、バンテリンでラッキーゾーン作ろうみたいな。ホームラン入りやすくすると何が起こるかっていうと、自チームが増えないでビジター増える可能性あるからね。でホークスも基本塁打増えたのよ、うん、基本塁打増えたけど自チームのホームランの方が増えてるから、テラスできて狭くなってるけども、こう相殺されてこの狭くなってもよかったねになるけども、ハムは自チームも確かに増えてると思うのよ。でも基本塁打も増えてるからそこがピンチだよね。3月4月が13本で、5月が16本で、6月が23本だから、まあ、3月4月はソフトバンクの基本塁打が17本で一番多かったけども、5月6月は、両月ともにパリーグ1位だからね、基本塁打の数が ね、そういったところもね、ちょっとね、これ球場のエスコンが敵になってんちゃうかっていうね、ところはあるのと、あとやっぱりね、先発が勝ちきれてないよね。やっぱり前半戦特に絶好調だった移籍してきた山崎幸也ね、最後に勝ったのが5月30日阪神戦、これあれだね、6番山崎だ ね、の時だね。でそこから、ヤクルト、巨人、楽天、ソフトバンクと6月なんと1勝もしてません。しかも2敗だって、山崎幸也が1勝もしないんだよ6月。そこまで5月まで6勝してんだよ。6勝1敗で6月入って6勝3敗になってんだよ。防御率 2.86、そして、こちらね、加藤鷹ね、最後に勝ったのが5月25日楽天戦、完封勝利ね、101球で、そこから6月に入って1勝もしてません。しかも投げた試合ほぼホームラン打たれます、ね、先ほど言ったように基本塁打がね多くなっているところでもあり、加藤鷹3勝6敗もう1ヶ月以上勝ち星に恵まれてません。でそうなってくると頼みの綱はもう伊藤大海やというところで、伊藤大海は6月2勝2敗と、まあ、そこそこの試合をしましたけどもね、ホークスに向けて交流戦明け、ね、全勢力かけてローテーション変えていくぞと臨んだ、ね、ホークス戦6月28、29、30のこの3試合なんと3連敗です。これ痛かったな。しかももっと痛いのがよ、ローテーション編成したわけじゃん。でこの編成した中でソフトバンク戦は3カード目なわけよね。そうなってくると交流戦明け21日からローテーションを編成してる、ね、18日は細野と進藤でルーキーコンビで投げさせて、ね、で21日から編成して、21日から山崎幸也、伊藤大海、加藤鷹なんだよ。
なんとその楽天戦も1勝1敗1分けで、で28日からの3連戦ホークス戦3連敗編成したのに、で勝てるローテ編成したのに絶対ホークス戦落とせないから1勝4敗1分けはあかんやろ。これが痛かったな。で俺はこれもう新庄さんめっちゃいいと思うねんこのやり方。それなんでかっていうと、ロッテ戦、ロッテの会の時にも言ったけど、やっぱ新庄さん優勝したいわけよ。そうですね、2位とか3位じゃなくてね、優勝したいわけ。そうなってくるとやっぱホークス落とさなきゃいけないから、そういった意味では今の日本ハムの勝てるピッチャー山崎福也ね、伊藤大海、加藤隆、この3人が今一番勝てるよと。交流戦明けて日にちが空くからね、ローテーションを編成してそこに全部当ててっていうね、この方針は俺はもうめっちゃ好きだし良かったと思う。結果がうまくいかなかっただけでね、ホークス落とさなきゃいけないからね。だからでも作戦は良かったと。で落としていくんやと、上行くんやっていうところで3連敗痛かったな結局は。でそこのね、加藤隆、山崎福也という左がね不調になったっていうところもかなり痛いし、あと金村がね先ほど言ったように先発に転向して、この前ねやっと勝ったけどもね、先発に転向してからなかなか勝ち星つかずね、いいピッチングしてる中で苦しいピッチングしたから、まあここからねどこまで勝ち星を伸ばせるかっていうね、ところもあるけども、あと北山の毛が痛いよな。痛いっすね、これ痛かった。4勝1敗防御率 2.8 号で来てる中ね、夏休み明けぐらいかな復活するのねっていうね、この先発良かっただけにね、ちょっとそこがバタバタって来てるのが痛いし、打つのも結局水物やからな。と水野の毛が痛かったな。いいところの水野だったからね、守備も貢献してたしね。あとミス多い、エラーがね6月15個、ロッテに次いでワースト2ね。だこのエラーがね5月とか少なかったのよ。5月なんてパ・リーグで一番日本ハムがエラー少なかったのよ、ね、エスコン行ってね、はい、でまあ3月4月は全チームほぼ一緒ぐらいだけども、これミス多いわ、ミス多い。あとちょっと打てるのもちょっとこのね水野がいなくなったりしながらも、ちょっと打線がちょっと振るわなくなって打てへんと、でピッチャー打たれると。あと盗塁数が激変してるんですよ5月から。うん、本当はね、6月8個だもんね、27個なんですよ、うん、だからこうやっぱり負けてくると仕掛けられなくなるんだよね。そういうことですね。やっぱ勝ちに貪欲になると仕掛けられなくなるんだよ。だから新庄さんの1年目勝ち負け度外してるから動きまくれるやん、はい、で2年目やっぱちょっと勝ちたい欲があってちょっと動けなくなって、でここはまた積極的に調子良かったら動けてたけど調子悪くなったら動けなくなってくる。これ大きいね、盗塁数ね。こんなに減っちゃうと3月4月も18個して、で5月も、27個もして、で6月なんとね8個、10個もしてないからね。そうなんですよ、そこら辺の積極性も書いてんねやろな、全部がちょっと負の方に触れてるね、うん、だから起爆剤で誰かがカーってレイエスが打っても負けるからな、起爆剤レイエスだったのにな、ね、あとはリリーフのねマーフィー、ザーバラも含めて、まあ、登録抹消もあるけどもちょっと再編もね必要かなっていうところもあるから、ちょっと今ちょっとガタついてんな、危ない、ちょっと下にも行く可能性あるね。楽天、オリックスもねちょっとずつ来てるからね、今現状3位、オリックスで 1.5 ゲーム差、楽天も 1.5 ゲーム差だからさ、ちょこのままで行けるとガーン変わる可能性あるから、そしたらダダ押していく可能性あるから、ちょ今危ないな、危ない。何気にセパ両チームで A クラスにいるチームで今一番危ないのハムやな。一番ないです、ちょっといろいろうまくいってないし、はい、いろいろ全部同じように不調になっていってるから、はい、まあ、ここに来たらもう万南水谷のフレッシュ爆発コンビで空気一変するしかないな、うん、そうですね、そこですよね、あと、ね、あとタミヤね、タミヤね、うん、最近まだちょっとタミヤの試合出場も減ってきてるような気がするんだよね。そうなんですよ、清水とか伏見とか出てね、はい、まあ疲れもあるのかも分かんないけど、ちょっとタミヤの出場機会もうちょっと増やしてもいいかなっていうね、うん、打てへんからな、そうです、打てへんのにタミヤ使わないのもったいないやんな、はい、だからもうちょっとタミヤの出番もね増やしてもいいんちゃうかっていう、どうだろう、俺のイメージかな、月週に1回ぐらい休みか、だからまあそこそこ出てるけどちょっと当たりが止まってるっていうところもあるよね。1回お休みぐらいだね、カードに1回ね、だからまあでちょっと打つのもちょっとずつ止まってきてるっていうところもあるから、まあ仕方ないかここら辺は、うん、清水も使ってやるなかわいそうやしな、結果残してるからね、うん、でもちょっと打撃じゃね1割4分3厘苦しんでるからね、2軍では打つんですよね、うん、これが1軍と2軍の壁やね、あとバーヘイゲンどこ行ったんだろうね、うん、バーヘイゲン、ほんまやないるんすよ、いるんやったらもうマーフィーとか使えへんのやったらもうバーヘイゲン使った方がいいんちゃう、今こそバーヘイゲンでしょ。そうやな、2軍で防御率 3.27 やで、結構2軍でも打ち込まれてんで、でも先発してるよ2軍で、だからリリーフちゃうな、先発やな、
宮西も頑張ってるしな、まあ、川野がねちょっと頑張ってたから、そうそうだね、だからこれちょっと全部が一緒にカタカタって悪くなってきてるよな、うん、だからそこがどっかちょっとね踏ん張りどころっていうのもあるけどもね、まあ、ここは踏ん張りどころやな、なんとかねちょっと今踏ん張っとかないとね、うん、ガーン落ちるからね、もうちょっとちゃんとしよう、エラーね少なくして、あとアグレッシブにいこう、盗塁とかもっと攻めていこう、こう調子悪いからこそ攻めていこう、どんどん動かしながらね、新庄さんらしいやつ、そうですね、うん、でやるともうちょっとカッと上がってくる可能性あるから、こうちょっと受け身になりすぎてるかもしれないね、今ね攻めていこう、こっからね、それすることによって A クラスね、シュシュいけるからね、お祭り男みたいな、そうそうそう、選手たちはみんなねいい感じで成長してきてるからね、こう受け身にならないで攻めていくね、これがポイントかな、はい、さあ続いて、セリーグDeNA、 いいわいいよ、2位38勝35敗、貯金3、広島に2ゲーム差、しかも筒香2軍降格です。でもこれができるのがいいよね、そうなんですよ、もうだって1軍で使わないんだったら1回だって2軍で調整させて、うん、でそう打てるようにして、ま、戻ってきてくれた方がいいや、うん、中途半端にいるよりな、はい、これは判断は良かったね、正直ね、はい、だって渡来も2号として帰ってきたらまた躍動的やからな、俺でも知ってる渡来の後ろ方、俺知ってる、ほぼこの仮説正しいと思う、でも言うのやめとくわそれは今調子いいしねそんなんもう俺誰の敵とかでもないからね、はい、でも俺の仮説はほぼ正しいと思う、あ解説とかではちょろっと言ったことあるんだけどね、はい、ちゃんとしたやつほんま揺らしすぎやろカメラさっきからすいませんそれででも俺は知ってるっていうね、ところもあるけども、今いい感じ、バットコントロールいいからね、当てるうまいからね、たまに当てるのうまさが良すぎて内野ゴロってダブルプレーになるっていうたまに傷もあるけども、はい、やっぱコンタクトはいいよね、はい、あともうちょっと守備力が上がればね、なんかちょっとね俺のイメージより守備があんまりうまくない、俺のイメージよりね、もうちょっといってもいいかなっていうところもあるけどもね、でも今渡辺2番いい ね、この今のクリーンアップだと佐野、牧、宮崎に向けてのこのジョイントいいしね、うん、で下位打線の山本雄大 ね、いい感じのねバッティングもできてるし、だから外野もまあね、桑原もいいしね、うん、まあ、ショートもね、人が変わりながら今日誰行きましょうかみたいな ね、うん、結局誰も捕まえへんのかいみたいなね、でもまあいい感じで来てるよ ね、でピッチャーもケイ・ジャクソンもまた良くなってきてるしね、はい、ジャクソンなんて真ん中構えてるだけやで、ジャクソンなんで良くなったかっていうあるんですよ、何バウアーに聞いたらしいです、電話して、はい、なんてドジャースかなんかの時に、うん、かぶってる時に時間で、うんうんうん、打ち込まれた時に日本野球のことについてバウアーに相談したらしいです、電話した、なんて言ってる、いやその日本野球 の、あのスライドゾーンとかなんかこれみたいです、チラッとしか書いてないんですよね記事にその辺はちょっと調べてください現場行ってほんまかと、うん、でもあのほぼ山本というと真ん中しか構えてないん でそこからカットボールチェンジアップ系を散らしながら、うん、ね、あの散らしながらって言うけど、まあ、コントロールないから散るんだよね勝手にね、でもそれがまだいい感じだし ね、ジャクソンもこの前低めにバシー決まってチェンジアップ落ちてたから、まあね、投げてみないと分かんないけども、そういった意味でもまあねいい形になってきて、で東もいるしね、でこの前平のもう不安は怪我次第だから ね、うん、で今浜口がね一番ふわふわしてる、そうだ ね、 そうね、ちょっとね勝ちきれへんねんな、でも佐々木千早頑張ってる現役ドラフト、ね、うん、ね今ね、で京山ね、うん、魂のロングリリーフね、うん、あと後ろがちょっとどうなんやろな、ウェンデルケン、山崎、伊勢がね、うん、高額年俸3人集がちょっとね、はい、まあ、森原がね今頑張ってるけど、はい、森原、佐々木千早ね、うん、あとまあ魂の石田雄太郎やな、ね、いいね、中央大学、あと中川ね、中川ね、だからそういったなんかフレッシュなところもなんか躍動感もあっていいよね、見ててね、あと徳山ね、うん、どこ行ったん小園、2軍ででも僕率いってんだよ、これいい傾向だね、はい、2軍の中ではね、さらにまだファーストのバックアップで凱旋としましたからねファーストのバックアップですよしかもオースティンもな、そうっすよ、今年6月はオースティンね、大元気だから、オースティンは3割4分6厘、ホームラン5発だからね、そうですよ、で牧も5発だからホームラン、はい、2割9分5厘、この2人のね、まあ、月間ホームラン王もあるけども、月間ホームラン王は岡本和真の、あ違うわ、月間ホームラン王だね、5本ね、打点も17だからね、オースティン、DeNA、言うことないよね、足も使ってるしね、DeNA、6月13勝8敗、貯金5、ね、得点も79、失点58、少ないな。ホームラン20発打ってっからな、そうっすよ、で盗塁7、エラー14、基本的には10本はいいんちゃうかって横浜スタジアムでね、防御率 2.40、
リリーフもいいし、で5月もね、5月はちょっと先発の防御率が悪かったね、そうですね、3.18、まあ、リリーフもそうだけども、で基本塁打18だから、で3月、4月、ね、11勝14敗、あ、完全これもあれやな、ピッチャー次第やな、そうですね、あとは基本塁打を少なくね、だから6月はやっぱりピッチャー頑張ってるもんな、明らかにこれまでと数字が違うもんね、でチーム打率も2割5分クリーン、ね、でも5月も2割5分2厘。で3月4月が2割4分だから、まあ、打率自体は打ってるよね。でもホームランの数が圧倒的に増えたもんな、8本17本20本とどんどん増えていってるしね。じゃちょっとエラーがあるからそこだけ気をつけようかなっていうね感じはあるけども、だから基本塁打、だから基本塁打少なくだね、ここがテーマかも分かんないね、 DeNA は基本塁打を少なくして先発が頑張ってれば勝てるね、この今までの成績からするとね、中杉左と坂本くんがね、そう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 、俺は知ってたよ2年前から、ずっと坂本がいいって言ってて、やっと来たと思って、俺の目は狂いなかったちょっとちょっと遅かっただけってね、まあ、左のリリーフがね、うん、いないからね、そうですね、まあ一時エスコバーに頼りっきりだったからね、まあ、これでもこのまま行ったら DeNA 面白いね、今一番すごいですね、うん、今一番勢い乗ってる DeNA が、だからあとはディアスがうまいこと左が入ったね、はい、ウィックディアスね今、ディアスね、うん、この2人がうまく躍動できてればいい形になってくるけどもね、もうそしたらもう伊勢とかも入ってくるようしなくなってくるから ね、 ね、うん、今やっぱり油乗ってるね、油乗ってますよ、うん、DeNA はね、うん、このままいけば本当オールスター首位ターンもね、お可能性あるから、でしかも DeNA はこの、7月ここから6連戦9連戦なんだよ来週から、はい、このハードスケジュールを乗り切れるかどうかだね、今週がね、ヤクルト阪神の6連戦でその後が中日巨人広島の9連戦、そして最後ヤクルトっていう、だから今日から5チーム全チームだったんで、ここをどう乗り切るかがもう大問題、大問題ねこれ、乗り切れんかったら B クラス転落あるからね、正直うまく乗り切れたら首位ターンだよ、そうですね、うん、だからこの90、11の中日戦に足元使われんかどうかが大事やな、その後巨人広島に行くから勢いつけるためにこの90、11が超重要だね、しかもホームですね、うん、中日戦ここでうまく乗り切っていければね、でしかもこの、567と甲子園なんだけど9からの9連戦全部関東だから移動ないね、はいはいはい、ホーム東京ドームホームだから、でその後もヤクルト神宮だから、はい、そこら辺はね移動的な疲労がないからいい形になると思うけども、勝負やな、でしかもオールスター終わってまた巨人広島やからな、うん、この7月次第やな、終わってみたら首位あるな、あるね、うん、完全にそれも一番大事なのは俺は90、11の中日戦やと思う、うん、ここで足元救われないようにいけるかどうかが勝負、ここ3連敗したらやばい、やばい、もう3連敗したら勢い乗る、波乗れなくて巨人、広島にもダー叩かれていく可能性あるから ね、 ありますね、そしたら気づいたら B クラスあるよ、何やったんこれって、ね、うん、状態いいからこそいい時にガッていけるかどうか勝負だね、そういった意味ではね、波に乗れるかどうか、ね、あとはウィッグ、ビアスのちょっと外国人もポイントかなっていう ね、 うね、うん、ところはあります、ね、というところで、日本ハム DeNA でした。